一番ナウイ花金にディスコで踊り明かす今のうちらマジ最強じゃんメイクネイル部屋は持ってたもん。はい、では早速昭和メイクやっていきたいと思います。すいませんね、すっぴんで。まあ、昭和メイクといったらやっぱね、代表的なのは、まあ、バブリーメイクかなと思います。まあ昭和っていうか、まあ昭和から平成初期のメイクでいきたいと思います。なんかね、昭和のギャルって思いつかなくて、まあそれかなと思ったんでちょっとやっていく。多分代表的なのはこういうティラミの犬だった感じかなって思いますので、ちょっと真似していきたいと思います。特徴が肌が白くて垂れ眉でブルーのアイシャドウで青み系のリップっていうイメージなので、まあ、昭和メイクってそんな感じかなと思うのでちょっとやっていきたいと思います。まずは下地。白まあいい、このぐらい。次コンシーラー。ひどいな、ひどい顔。はい、コンシーラーできたら次ファンデーションなんですけど、ファンデーションがね、私マジで色黒いんで普段使わないんですけど、ちょっと白めのファンデーションを塗っていきたいと思います。マジ幽霊やファンデーション塗り終わったのでシェーディングしていきます。やばいよね。てか私今回の企画やろうと思って眉毛を剃ったんですよ全部。もともとアートメイクしてるんで若干残ってるんですけど、マジやばいよねすいませんね、ちょっと登録外さないでね。お前も浪人寄りしてやろうか。こんな感じかな。まあ、若干凹凸が出てきましたね。で眉毛、眉毛は絶対太眉平行眉って合ってます？太眉で黒くて垂れ眉って感じなんで、ちょっとそんな感じでやっていきます。まあ、時代でね、眉毛って全然違いますよね。眉毛が一番特徴的な気がする、時代メイク。垂れ眉ね、しかも黒いんだよな。私黒を持ってないんですよね。黒って使わないんですよ、イエベなんで。黒は使わないんでちょっと茶色っぽくなっちゃうけど。え、むずっ。なんか怒られそう、この時代の人たちに。全然違うよって、そんなんじゃないよって怒られそうなんですけど、ちょっと多めに見てください。画像を見てやってみますんで。だから今回その時代別ギャルって感じなんですけど、このバブリー時代、平成初期、昭和ってこの人たちがギャルというあれなのかなってちょっと分かんなかったんですけど、こんな感じで。ええもうお前かギャルというのか。なんかギャルの歴史が本当アムラーとかそういう人たちが出てきてギャルみたいな感じらしいんですけど、でもやっぱディスコでパラパラ踊るみたいな、その昭和初期の人たちって私の中で、いや超ギャルやんってめっちゃ思うんだよね。だってディスコで朝まで踊るとかギャルすぎやろマジ。今で言うクラブでしょ、パリピすぎやん。バブリー、おったまげー、おったまげギャルだと思ってやっています。むずいんだけど大丈夫これ。高倉系おったまげー。で続いてこちらブルー、これもう100均で買いました。マジでブルー系似合わないんで使わないんで、私ほんとこの時代だったらマジで無理だ。アイラインリキッドじゃないっていうのもな、マジこんな感じやば。え、待って、え、マジか。これが流行ってたんだもんね昔って。やっぱ派手だからね、バブルは派手でなんぼやもんね。ガチ？でもこれ上だけか、上だけだな。下も塗っていいのかな。
マジ？なんか見たらアイラインきっとで引いてないんですよね、この時代。どうなんですか？リキッドで引いていいんですか？引きたいですよ、私はものすごく。私の目の形、幅が狭い目の形の人からすると最悪な時代のメイクだ。ってぐらい無理。これを超ぼかそう。なんかブルーつけたくないな。いつも使ってるやつにブルーをつけたくない。マジか。さっきがマジかしか出てこないんだけど。ここが白い。このセット完璧じゃん。完璧昭和セットじゃん、これ。昭和バブリーセット。100均。ここが白いよ。マジかよ。でもこれが良かったんだもん。ね、でもさ、そうだよな、まあ、ちょっとあとで平成メイクもするんですけど、今見たらうおいってなるもんな。で、アイライン引いてないのよ、ほんでリキッド無理なんですけど。え、これだけ？つら、ほんとに？ちょっと待って、無理だよ。え、マジ？終わり。あと、マスカラ？あ、でもまずカラコンしてる時点でちょっとずるいよね。それはすいません。マジか。ピンク系のチーク。ピンク系のチーク。ちょっとチークがピンクがないので、ピンク系のリップでチークを代用していきたいと思います。でもパッと見チークあんましてない気がするんだけどな。ここに入ってるチークが。うわ、ぽくなってきた。ちょっと待って、ぽくなってきたんですけど。うわ、すごいじゃん。なんかいろいろ恐ろしいですよ、私は。大丈夫かなって。ちょっとハイライトします。超ピンクのやつ。え、待って、バケモンつるら。え、ちょ、待って待って待って、やばやばい。怖いんですけど、待って。え、ガチ？なんかメイク失敗した人じゃないと。マジか。これが流行ってたの？本当に？前髪いたよね。髪の毛だよね、大事なのは。なんか多分、ここがクリーンってなって、こう下ろしてる感じがしたので、髪をセットして、昭和バブリーになっていきたいと思います。大丈夫？これ。こちら、平成初期昭和ギャルメイクでございます。合ってる？あのさ、すいません。この時代の生きてバリバリやってた皆さんには申し訳ないんですけど、え、ガチでこのメイクだった？結構さ、どうやって加工しても結構無理なんですけど。薬物の使用頻度が日に日に高くなっているようだ。これが流行ってたんですもんね。ということで、ちょっと大丈夫かな。ここ前髪がね、どうしてもちょっとハードスプレーがちょっとあんまり、ちょっとあれで、私猫っ毛なんでちょっとあれなんですけど、あのツバメでも飼うんですかみたいな。こんな感じで、あの昭和ギャルメイク合ってる。これでショート動画を撮って、続きまして平成ギャルメイクやっていきたいと思います。最後まで見てくれるかな。いいと思う。ということで、続きまして平成ギャルメイクやっていきます。ちょっとね、お風呂入ってきてまたすっぴんに戻ったんですけど、まあ、平成なんかね、もう簡単よ。通ってきた道なんて、バリバリ平成メイクやっていきたいと思います。まあ今の若い子たちも平成好きで、平成っぽいメイクとかやってる方多いんですけど、
もうゴリゴリのもうその時代のやつやっていきたいと思う。平成ギャルメイクといえばガングロ、まつげバサバサ、盛り髪、超濃いアイメイク、もうとにかくもう持ってなんぼみたいな時代やったんで、まあ私がね高校生とか二十歳ぐらいの時のメイクをやっていきたいと思います。でちょっとね、私あの昔からなんですけど、もうどんだけガングロとかが流行ってても絶対に焼いたりとかしてなかったんですよ。あのヒサロ行ったりとか絶対してなくて、というのも将来絶対シミになると思ってやっかんかったから、ガングロはやってなかったんですけど、私はどっちかというと肌は全然焼かなかったタイプの人間でした。ちょっとね今回もガングロのファンデがちょっとないので、肌加工だけさせてもらいます。はい、ちょっとまあファンデーションはまあ大体一緒なんで、さっきと黒目のファンデーションっていうだけなのでちょっと飛ばしました。あとは普通にシェーディング、鼻筋もうこれはいつの時代もマスト、シェーディングもマスト、どんだけ細く見せるか、これが一番大事。皆さんギャルってどういう印象あります？まあ、ギャルって思ってないんですけど、自分のことはなんか結構中途半端だったんで、私超田舎なんですよ出身が。だからマック行くのにバスで20分みたいな感じだったから、ギャルに憧れただけの学生時代だったんですよね、まあ、長崎なんですけど出身が。だからまあほんと雑誌とか見て、その当時ココルルとかアルバローサがめっちゃ流行ってたから、頑張って福岡まで買いに行ってさ、なんかギャルやってましたよ勘違いギャルみたいな感じでやってましたね。まあ、なんかギャルって怖いイメージ結構あるらしいんですけど、そんなことないですよ。結構ねなんか男らしいです、ギャルの子たち割とはっきりしてるし、肝据わってる子いいなって思いますね。眉毛が、眉毛よ眉毛、眉毛はもう絶対細眉つり眉だったのよ。ちょっと眉毛を消す、あれで。消しました、コンシーラーで描いていきたいと思います。眉毛はですね絶対釣り眉だったんですよ。そう、もうこんな感じだった、わかる？ここがねめっちゃ細かったんだよ。でさ、私高校生の時にこういう眉毛が流行ってて、でなんか超厳しかったんですよ校則が。で眉毛検査とかもあって、眉毛剃っちゃいけないみたいな感じの謎な検査があったから、毛先を切って、アイプチで眉毛に毛先をくっつけて過ごしてた。みんなやり始めて、学校の子たち。そしたら先生にその手法がバレて、こうポロポロポロって落とされて、結局怒られるっていう。こんな感じだったよね、わかる？そう、めっちゃこんな感じだったよ。ちょっと我ながらめっちゃ再現できてると思う、この眉毛は。やってきた眉毛って描けるもんなんだな。この時代って太眉がマジでありえないって思ってたから、まさかこの時代になって太眉が通になるとは思ってなかったですよね。だから私がね高校生の時に太眉だったら眉毛検査にも引っかかることもなかっただろうし、いいなって思う今の時代。まあでも今の子たちも大変なのかな。とにかく釣り眉、こんな人いたのかいた気もするけど。でもう絶対に垂れ目、垂れ目絶対垂れ目、まあ、さほどね今とそんなに変わらないんですけど、ちょっと大げさにやっていきたいなと思います。もう眉毛ね、こっちが正解だな、こっちちょっとミスった。垂れ目絶対垂れ目なのよ、もうマジでありえんぐらい。もうとにかくでかくしたいみたいな、目は絶対でかくしなきゃダメだよねみたいな感じだったもん。ありえんくない？これだよ。今のメイクとさほど変わんねえじゃんって感じもするかもしれないですけど、違うのよね、ちょっとこんな感じね。ちょっとぼかします。とにかく目は濃くでね、結構大事なんですけど、ハイライトね、目に白いこうラインめっちゃ引いてたんだよね。白、白使おうかな。うわ、めっちゃすごい。なんかここなんでこんなに白くしてたんだろうってぐらい、ここら辺白かったんだよ。
メイクって流行りしたりありますけど、まあ好きなメイクしたらいいと思うよ。いやマジこんな感じだったわ。ちょっと思い出してきた、なんかいろいろ。アイラインね。そうアイラインはマジで。でなんか書いてたの下もなんか目のラインが私は超垂れ目だった。うわ、うわ、こういう感じだった。うん、私ちょっと今マツエクしてんだけど、もっと盛りたいから付けもしよっかな。まあ、ありえない長さの目っていう感じでちょっと付けまをつけます。今のギャル、ギャルっていう概念がちょっとわからないんですけど、令和のあんま変わんないというか、眉毛だけじゃないみたいな、眉毛と髪ぐらいちゃうって思う節はありますね。結構平成のギャルメイクが好きな子って結構再現できてんなってめっちゃ思う。それこそ全盛期あゆだったんですよね、私のあれは。アムラって言われる時代よりはちょっと後。こんなんやった、こんなんやった。本当に同い年の子の写真見てもマジでこれだった。みんなみんなこれだった。本当に眉毛で変わりますよね、人って顔が。で私さ、そのショート動画とかに言われるんですけど、化粧落としたらやばそうみたいな言われるんだけど、いや、やばい当たり前だよ。そんなもん私基本的に薄化粧のナチュラルメイクっていうのが本当に似合わないタイプの人間なんで、まあメイクでねコンプレックスを隠してタイプなんですけど、やばそうってもう心で思っといてって思うけどね。一回さ、昔私20歳ぐらいの時かな、初めて彼氏の家に泊まりに行った時にすっぴんで電気消したら幽霊かと思ったって言われたからね。ひどくない？普通にひどくないみたいな。マジこんな感じだったよね。わかります？ゆとり世代の皆さん。うちらゆとり世代だもんね。95年ぐらいから Z 世代だったっけなっていうらしいですね。でまつげはダマ、絶対にダマ。だからさっきの昭和メイクありえない。アイライン引けないのがマジでありえない、私の中で。つらすぎ、つらた。まあこんな感じだったよね。黒目ばっかりみたいな、 なんか感じだったよ。でハイライト、全部ハイライトだった気がする。今ってなんかピッピッみたいなあるけど、チークってそんなにしてなかったっけな。どんなだっけチーク。こうか、こんな感じかな。でリップはとにかく薄い、薄いのベージュ。もうどういうことみたいな、生きてるみたいな感じの血色の色だったんだよね。なんでだろうね、不思議。コンシーラーで色を消します。うわうわ、マジこんな感じだ。なんか近づいてきた、めっちゃ。うん、これぐらい薄かった。本当にわかります、同世代の皆さん。感じかな。こっから髪の毛をセットして平成ギャルやっていきたいと思います。はい、ということでこんな感じ。ちょっとね、今ボブだからあんま漏れなかったんですけど、このね、平成は絶対持ってたんよ、髪を。もうもっと持ってたんだけど、ちょっと無理やった、この私の今のボブでは。まあ、こんな感じでしたよね、平成ギャル。とにかくアイメイクは垂れ目で、リップは薄くて、髪は持ってて、ちょっとネイルとかもそのままなんですけど、なんかね、ちょっとアクセサリーももっとジャラジャラつけたかったけど、ちょっとこれが限界でした。これが平成ギャルメイクです。
でもこれは正直こういう二十歳ぐらいこんな感じだったから私だからなんかそんなに違和感ないかな、あの昭和よりは。そう感じですね。まあ次は令和行ってみたいと思います。